ブルマスタースターリットシーズン。调一下声音。好，声音应该是正常。比赛这群呗，来出发。看一下、哦。现在已经是4月30号，啊，准备要来进行舞台活动了，加油，大家加油！来嗑药，好，药可以嗑，没问题，阵型摆好。我看一下，需要跳舞多一点，应该是没啥问题。吧，春样之夜，出发。各位，这天总算是来了。なんだか緊張してきた。ステージに立つ前の緊張感ってなかなか慣れないですよ。うん。でも失敗したら。不用担心啦、啊，冰友。その時はその時なんじゃない？もっと気楽に行こうよ。哎呀，看开一点，不用那么紧张。もし天下に何かあったら、僕がきっちりフォローするから。双葉さん、菊池さん、プロデューサーさん、ありがとう。天下、頑張る。アマナも天下ちゃんと一緒にめー。楽しんでくるね。自分も準備は完璧さ。早く始まらないかな。スターリットシーズンの選抜ステージがここから始まるんですね。そうだね、佐々木ちゃん。ここからがプロジェクトルミナスの始まりだよ。没错，这就是一切的开始。ルミナスの始まり。神よりちゃんの言う通り。デビューライブなんだから思いっきりアピールしなきゃ。好，是出场的时间了，上吧。今天我们就要带来那一首歌。没错 ，Season。过关的条件是什么？应该是没有什么问题。大成功！
当当当当。我说了，我们这团是看实力的，大家都有好好的练习，那一定能过啊！粉丝直接飙起来。哦，我是老练的制作人了。Uncle 没错 Uncle 就是这首。猜的没错，就是这首 Season。 这首连你都会唱的，会唱的一起唱啊。哦，你也会跳了，那会跳的也一起跳哦。这首经典版呢。保存，这个再保存下来，再做成这个蓝光，再卖一波。事務所の垣根を越えた夢のユニット、プロジェクトルミナスね。企画としては面白いけど、大事なのはステージでのパフォーマンスだわ。ああ、大勢のアイドルたちがどんなステージを織りなすのか。興味深いね。这个应该就是我们主要对手了吧。それに私たちにとっても何か得るものがあるかもしれないですね。あ、始まるみたいです。由迪奥派出的三个女刺客。歌も踊りも。思っていた以上にクオリティが高いわ。なるほど。個人の力量にばらつきがあるようだけど、うまくカバーし合っているようだね。すごいです。まだ結成して間もないはずなのに、素晴らしい連帯感ですね。あそこにいるのは、どうしてステージに立ってるの？あや、急に表情が険しくなったね。気になることでもあったのかな。レオンさん、シーカさん、絶対ルミナスに勝ちましょう。あやちゃん、急にどうしたの。
いえ、ただルミナスには負けたくないって思っただけです。跟雪琳也有仇的。なるほど。このライブ、アヤにとってはいい刺激になったみたいだね。ルミナスか。楽しくなってきた。どうやら私にとってもいい刺激になったみたいだ。はい、私も早くこのユニットでステージに立ちたいです。3人で力を合わせて頑張りましょう。はい、レオンさん、シーカさん、よろしくお願いします。私は負けない。手有点像猎人的。有吧，早安。あの子にも。妈妈又有问题了，是不是？大家辛苦了，表演得很棒。プロデューサーさん。哇，未来刚刚表演太好了。だって、すっごく楽しくて、気がついたら終わっていて。お疲れ様、未来ちゃん。楽しい時間ってあっという間に終わっちゃうよね。けど、ルミナスはまだ始まったばかりだから、これからもっと楽しいことがあると思うよ。はるかさん。そうですよね。私、またみんなでライブがしたいです。天下、うまくできたかな。天下、お疲れ様。練習の時よりもさらにうまくできていたと思うよ。天下ちゃん、めっちゃ可愛かったよ。もちろん、アマナも良かったよ。こんなライブだったら何度でもやりたいよね。放心、每个月都会有。ありがとう。皆さん、お疲れ様です。大家都辛苦啦。とても喜んでいましたね。そうだね、琥珀ちゃん。ルミナスの初めてのライブ。今私たちができること全部伝えられたよね。琥珀ちゃん、はるかちゃん、ナナも二人と同じ気持ちです。这场演唱会已经充分地告诉观众我们是什么团体了。そうね。最初のレッスンの時はどうなることかと思ったけど、案外悪くなかったわね。うんうん。みんな一緒にユニットを引っ張ってる感じがして、すごく楽しかったよね。天下も、それ、ちょっとだけわかったかも。ハンズ的にも最高のライブだったよ。一人じゃなくってみんなでやるってところがいいよね。你看，爽爽爽也是会有那么多版本嘛，半年来都是一直爽。みんな、ルミナスのデビューライブ、ご苦労だった。実に素晴らしいライブだったよ。那好听的歌就是要一直不断的唱下去。みんなに今日の感想を伝えてあげてはどうかね。君はルミナスのプロデューサーなのだからね。哎，大家做得很好，哎，太棒了。今思い返しても胸が熱くなる。本当にいいライブだったよ。みんなが実力のすべてを出し切ったライブだったかと。皆さん、那下个月可以换能力。デビューライブ現地で見るのは当然ですよ。それにみんなのライブの様子は小鳥ライブラリにバッチリ保存しました。プロジェクトルミナスのデビューライブだからね。私も会場でしかと確認させてもらったよ。ともかくみんなよくやってくれた。さて、ささやかだが食べ物と飲み物を用意した。来吃。このまま祝賀会と行こうじゃないか。祝賀会？未来さん、お祝いパーティーってことじゃないでしょうか。まあ、そういうこと。どうしてカホに未来が教わってるのよ。演唱会結束了、大家尽情的玩吧。やった、みんなでめっちゃ楽しもうね。今度こそテレビ前のソファーをアンズが占領して。甘いの、ソファーはミキがもらうの。また取られた。クタマさん、こっちで一緒にゲームやる？アンズさん、テンカさん、今度は私も一緒にゲームやりたいです。くっ、
プロデューサーさんとご飯を食べよっかな。それいいね。この機会にいろいろ話を聞きたいし。出発。出発。翼さん、ミカさん、リンゼも。冰酒店要来啊。どれから食べようかな。アミ、このサンドイッチもらえ。わあ、アミずるい。禁断の果実よ。我が糧となれ。ではお食事を取り分けておきますね。あ、琥珀ちゃん、私も手伝うよ。なんだか盛り上がってきたね。哎，大家已经沉浸在了喜悦之中。还有照片模式。我记得住每个人的名字吗？当然啦、啊。每个都是这么有名的偶像。第一张就有这么多图片了啊！回忆篇啊，四月的时候。我们还去赏樱花了呢。Apple Story End。准备进入新的篇章。剩余512天，我新衣服了。Union， 哎呦，新歌，老练的制作人可以替换了。哎呦，我现在出门就是老练的制作人 JJP。今天开始就是五月了，我们要推广活动。上次不是还要盖主题乐园吗？社长叫我早一点过来呢。哟，我还有。杨五六，早安社长。プロデューサーさん、おはようございます。MV绿色恶魔全在这里吧。今日は打ち合わせがあるんですよ。おはようございます。绿色恶魔上个月好像没怎么出现。大家早安。そんなに構える必要はない。実は彼女たちから提案があってね。ルミナスの活動をみんなでサポートする話は伝えたと思うが、君のプロデュース活動を支えていくに、そこで君と彼女たちの情報共有の場、事務会を月の初めに行いたいそうだ。可不可以他们开就好啊。私たちなりに考えてみたんです。ルミナスのためにどのようにサポートしていくか。お互いの情報を共有することで有意義なアドバイスができると思うんです。はい、私たちだからこそ気づけることもあると思います。そうですね、お茶やお菓子の情報もアイドルの皆さんにとって有益な情報なんですよ。私もこの提案を聞いたときは嬉しく、そこでだ、いくつか決まったことがあってね。あ、うん、まずは日々の報告など、每天的報告還有每個月的輪班。ただ当番以外の仕事につ、今月5月の当番は私です。到他了。プロデューサーさん、では早速だが、千川君、あれを説明してくれるかな。はい、スターリッドシーズンの好、来看5月要做什么。五月目标四万人啊，简单。五月の目標ファン人数です。哦，我明白了。ルミナスの活動は選抜の結果次第なので、来月は解散ってこともあるかもしれないです。不太可能有这种事吧？だからこそ、我们一定可以的。みんなで連携をして頑張っていきましょう。できることなら最後までたどり着きたいですよね。ルミナスのみんなとプロデューサーさんなら。
といけるって信じてます。哎，谢谢大家，我们一起前往大巨蛋。今日の感じなら何の問題もなさそうだ。事務会には来月からは私は参加しないが、これは面白い会になっていきそうだね。下个月开始会长就溜了。君も事務会の冒頭だけでも。好，我明白了。学哦，社长，什么都不用做哎，也不用开会呢。嗯，新曲もいいね。哎，为了这一点，我们脚踏实地的进行活动。もっとルミナスのことを知ってもらえるように、一直学。キラリン、楽しくなってきたね。次のライブ。果然要有人气，还是得发新歌。下次的演唱会。你是？プロデューサーさん、あの子って黒いプロの新しいユニットの。他竟然直接过来找我们呢。我们新成员真金可是有29个哦。あなたは関係ないわ。私が用があるのは琥珀、あなたよ。え、琥珀ちゃん。来打架的嘞。ですか、あやちゃん。あの、どうしてここに？どうして？それは私のセリフよ。あなた、なんでアイドルやってるの？え、なんで？答えられないわけ。ありえないわ。そんな生半可な気持ちで戻ってきたのね。あなたがいなくなってからも、私はアイドルを続けるために努力してきたわ。あれからずっと下積みを続けて、辛いことにも耐えてきた。ここは、アイドルは。今まで何もしてこなかったあなたが気楽に戻っていい場所なんかじゃない。軽い気持ちじゃアイドルなんてやれないってこと、私が教えてあげる。看来是得让他知道写轮眼的厉害。垣根を越えたユニットだかなんだか知らないけど、絶対に越えられない壁っていうのを見せてあげるから覚悟しなさい。哇，他的气势非常的惊人。さっきのあの子、何だったの？いきなりやってきて、琥珀に突っかかってたけど。他以为这二十九个人会放他回家。なんだかすっごく怒ってたの。あ、あの人、前にテレビで見たことありますよ。アマナも見たよ。で、天下も見た。でも、そんな人がどうして。はい。実は私、アヤちゃんと一緒に、黒いプロでアイドルをしていたんです。ただ事情があってやめてしまって。でもさ、之前是四大天王、すぐにやめたのに、なんであんな風に敵意を持たれてるの？それは、あそこまで強い感情をぶつけられて。他应该是不会被怨恨才对啊。ごめんなさい、私の気にしないで、琥珀ちゃん。みんな少し驚いただけだから。嗨娜娜，我们现在转换心情，来发新歌。这个月我想举办单独演唱会，增加粉丝的数量。さすがプロデューサーさん。私たちの単独ライブ。静香ちゃん、大丈夫だよ。自分もいい考えだと思うぞ。私も賛成です。あ、そうだ。ライブをするってのは。没有错。また新しい曲があるんですか？やった。どんな曲か楽しみだね、天下ちゃん。天下も楽しみ。新曲に関してはできてからってわけね。哦，所以现在要先做宣传啊。来，五月走自己的路。あのプロデューサーさん、今大丈夫でしょうか？没空，没空。今。作曲家さんの方から連絡があったのですが、前々から話は伺っていました。哎呦，这么伤脑筋哦。プロデューサーさん、いかがなさいましたか？作曲家出了点问题，新歌还要更晚。トラブルですか？
这样赶不上月底的演唱会了呢。新曲。天下さん、私も同じ気持ちです。シーズン。天下、紬。新曲が遅れても何くるないさ。そうだね、響ちゃん。月末まで時間はあるから、私たちにできることを考えましょう。换个人来唱吧。大いなる静寂は魔力を蓄える絶好の空気。シーズン最新版。天下も考える何かナイスアイディア。あのプロデューサーさん、いっそ自分たちで曲を作るとかどうですか？おお。すごくいいと思います。いやいや、できないよ。作曲自体はできないことはないと思うんだけど、さすがに今すぐは難しいかしら。それに曲を作ってから新しい振り付けを覚えるのって結構大変だと思うよ。还是买一首国外的，买回来改编。そのように思います。大家一起作曲难度有点太高了。私たちの曲を歌うっていうのはどうかな。事務所の代表曲をルミナスで披露すればコラボって感じが出て超面白そうじゃない？啊，四月有新歌，五月合作，完美。すっごく盛り上がりそう。知っている曲ならレッスンの時間も短縮できるし、私たちの強みをアピールできるチャンスになるわ。だよね。リツコさんのお墨付きももらえたし、これでバッチリだね。うん、很懂啊，粉丝就喜欢炒冷饭了。私も賛成です。うん。でもどの事務所が曲にするんですか？提案していただいたミカさんたちの代表曲を披露するのはいかがでしょうか？这个提案不错哦。他们的代表歌就是《Orange Cinderella》啦。あ、だったらナナたちだけじゃなくて他の人も一緒に歌いましょう。確かに別の事務所のアイドルが一緒になって歌う方がよりコラボ感が出ますね。もしやコラボで人数が多いってことはちょっと手を抜いてもバレないってことでは？はいはい、私たちの歌いたいです。未来ってばもう良いと思います。うんうん、アマナも賛成。本当に私たちでいいんですか？せっかくの機会なんだから頑張りなさい。それに紬たちなら安心だわ。親睦会も大成功だったし、もっと自信を持ちなさい。キラリはみんなと一緒に歌うのすっごく楽しみだから、誰でも大歓迎だよ。片翼の天使たちの再演。反正制作人这边再推荐一下黄金雷姆。目に浮かぶよね。身为新人再多唱一首也没有问题吧。キラリちゃんやランコちゃんと一緒に歌えるなんて、琥珀さんもまた一緒に歌いませんか？ありがとうございます。皆さんが立つステージをじっくり見ることも大切だと思う。雷姆这首不想唱啊。好吧，这个月就先这样了。五月的歌曲就是 Orange Cinderella。OK、モチ、あたしたちに任せといて。やっぱりそうなるよね。オスオスバッチシ、キラリン先生がいっぱい教えちゃうよ。跟四月一样，没有唱的也要练习哦。代表曲的合作，大家是怎么想的呢？你们是怎么想的呢？菜菜你怎么说？这首是菜菜的主题曲啊。今回ナナたちの曲を歌うってことは、ナナたちがルミナスを引っ張ることになるんですよね。我很期待哦。ナナにお任せください。ウサミンパワーでみんなを引っ張っていきます。未来ちゃんたちが置いてけぼりにならないよう、しっかりサポートしながら。那这次哦，灰姑娘
哦，是初音那首歌是不是？五月的スタリト。五月的条件，来我看看。では。五月的目标。五月要上这个舞台，哇，海边啊。今回はスカイヒルズホールで行う単独ライブを成功させてください。スターリットオーダーに必要。目标是四万人。これまでの。二十八号之前，二十八号之前要有四万人。続いては今週のプロデューサータスクになります。完美难度通过一次唱歌，好 ，OK OK。不包含自动课程，还有自动课程啊。开放自动课程，熟悉课程之后，偶像可以自主训练，必须进行小游戏。每个偶像会自己随机出现等级，这样不会出 perfect 是不是？需要去解锁他们的上限，自动最高只有不得，也太烂了吧！我看一下，这一次要唱的歌是，好，我来看这一次有谁可以唱啊？这次的都很会唱，吉拉奇吧，再派两个会唱的来，这一次我们组一个会唱歌的，这是三号位，静香。歌姿好了，哎，跳掉了。男子好像也还行吗？未来是双能力的，好，男子好了。来，走，唱歌，开始锻炼。よろしくお願いします。请多多指教。上限达到上限之后就不会再成长了，好，没问题。谁到上限了？嘟噜噜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 噜我知道了，要办卡对不对？七天之后会送到事务所。现在只有一件了，最初的少女买了。
在有新的商品了，我来看看啊，还有没有那个药啊？同步剂量强化，舞台之中全面强化，哎，综合糖果这么厉害啊！绝不用，有这个糖果就够了。这药好啊。找谁聊聊嘞？好，找我们这一次的 C 位聊一下吧。Happy Happy， 阿兹阿兹，辛苦了 ，Happy Happy。バッチン、キラリン、ルミナスのメンバーに選ばれて気合バッチシで、アスアス。もうみんなとは仲良しだよ。おかげさまで。毎日ハッピーハッピーだね。嘿，有好好相处就好了呢。そうなんだ。うにゃ、キラリンの喋り方こういう感じなんだけど、ピーちゃんは分かってくれる？完全明白。说话方式非常的有特色呢。这就是偶像不可或缺的才子。キラリンハートがハッピーハッピーでいっぱいだよ。これからもキラリンの個性をキュキュッと磨いてピカピカにしちゃうね。ピカピカハッピーハッピー。本当に？ピーちゃんに褒められちゃうとキラリンもっと頑張ろうってなっちゃうよ。アスアス、キラリンにお任せあれ。あ、でも。キラキラのみんなをもっとキラキラにするの。哎，你就保持平常这个样子就很棒了。自然体没有问题的。そうだ、ナイスアイデア思いついちゃった。そのためには、それじゃあルミナスのみんなを。想要一个提示啊。ピーちゃんなら一緒に探してくれ。我们要想办法让他的特色觉醒。OK。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，要怎么发挥他的特色呢？今日の活動結果はいかがでしたか？プロデューサータスクの進捗を確認しましょう。我懒是啥鬼？進捗確認は以上です。唱歌唱到一半加入这个一小段的这个 rap。 本日もお疲れ様でした。プロデューサー、お疲れ様でした。晚安、ミセン。急いで帰らないと特番に間に合いません。哎呦，蘭子在这边呢。煩わしい太陽ね。あ、太陽真大呢。輝ける翼と共に行く波動は我をさらなる高みへと誘うわ。お、加油、え、加油。その瞳によって我が魔力をより高みへと導くがよい。え、那我们就去事务所吧。今天要做宣传，哎，今天要做什么宣传？哎啊，今天有个时装设计师，啊，时装设计师走。接到最近很红的设计师邀约，那怎么还是穿这套？キラリン、ここのお洋服とってもショキショキ。兴奋兴奋，哇，兴奋啊！ここのお洋服はお姫様みたいでとってもハッピーハッピーなの。可愛くてキュンってするお店なんだよ。可爱的店呢、啊。接下来要制作形象人物的海报服装，你喜欢穿什么感觉的服装呢？哎，我们要穿这个公主系列的。国のお姫様とか素敵だね。あとはちょっと怖い
原来如此，公主也是有各种类型的呢。ねえねえ、ピーちゃん、どの洋服が？穿哪一件好呢？那我们走这个水中世界的公主怎么样？好像鱼一样活跳跳的，很新鲜的感觉哦。不太容易呢，试试看。我们花了非常多的时间，甚至无法进行宣传，失败了。啊？失败了？那也没办法，那也是没有办法。不是，这么新鲜的点子，怎么可能会失败啊？穿着他们的服装，然后从那个水里面跳出来。天气很好，我们来到了屋顶上。那里的椅子上面有人。春の海、シネモスのたり、のたりかな。ポカポカだ。你在写诗是不是？大木博士、啊。暖いね。こんな天気の日は自然に身を任せないとね。这边都是来睡觉的。ちょっと、危ないところだった。すごい、よくあの体勢から持ち直したね。お、太厉害了啦。このベンチは短いかも。それじゃあ昼寝はやめて、目を閉じて、肩の力を抜いて。现在教大家做日光浴。目を閉じて、肩の力を抜いて。お布団の中にいるみたい。そうそう、そんな感じ。おお、太陽の能量。パワーが、そういえば、日光浴でビタミンチャージできるって聞いたよ。こうしていると、体にも良さそう。日向ぼっこって、いいことずくめだね。そういえば、もうすぐゴールデンウィークだね。黄金周也要到嘞。あんずは子供の日が楽しみだな。かしわ餅が食べられるからね。は、美味しいですよね、かしわ餅。かしわ餅、私も食べたくなっちゃった。子供の日をお祝いする年ではないけど。这边的年纪都比较大了嘞。美味しさの前に年齢なんて関係ないよ。時間まだ少しあるよね。あと5分あります。それじゃあ残り時間はかしわ餅のことを考えよう。看来很惬意的样子了，我竟然也在旁边看到了最后。今天去找 Kirari， 今天有模特的工作，他的品味在 Luminas 里面大受好评的杂志社发来的通告。哦，今天你也充满了干劲了。仔细一看他这个衣服，特别，这不是时尚吧？素敵なお洋服がたくさんあるけど、もしかしてキラリング全部着ていいの？今天我们要换穿几套衣服拍摄，加油！适合高个子的女孩呢。背の高い女の子。她的表情有一瞬间变得很阴郁。なんでもないよ。ピーちゃんが謝ることなんて全然ない。看来她是想穿得可爱一点哦。适合穿哪一种衣服呢？ Happy Happy 的衣服。Cosplay 啊， Cosplay 怎么样？
おしゃれなお洋服も素敵だけど、今日はウィンコスプレ衣装もキラリン大好きだよ。でもこのお店にコスプレっぽい衣装は置いてないかも。好，差不多要开始摄影喽。摄影相当的顺利。辛苦啦。洋服は可愛かったし、お仕事も楽しかったし、ハッピーハッピーマックスみーちゃん、ハッピーハッピーハッピーの時間をキラリンにプレゼントしてくれてありがとね。工作很顺利，他的心情也很好，但好像有点怪怪的。有点怪怪的吗？ Normal 怎么感觉加的比 Good 还多？今日の活動結果はいかがでしたか？看一下，要学55个技能。等级二以上的平日舞台要解锁一次。哦 ，OK。進捗確。お先に失礼します。帰ったら今日ミスしたところちゃんと見直さないと。静香这么认真哦。今天是未来来接我们的。啊，プロデューサーさん。大早就这么有精神了。そうなんです。新しい発見もたくさんあって。来，我们来看看这周上课怎么样啊？どうもよ。共に奈落の試練に挑む。キラリン。はい、わからないことがあったら何でも言ってね。キラリとかが教えてくれるからさ。あ、这首也是信本来就会的。まずは準備運動をしましょう。はい、任せて。あ、他们是一团的哦。哎，跳起来，跳起来。我现在也不知道谁跟谁是一团。疲れた疲れた。キラリンキャッチ、アンズちゃんゲット。離せ。ここの振り付けはこうで。にゃはにゃは。あ、そこはもっともっとハッピーハッピーでキラキラって感じにした方がいいよ。あ、未来ちゃん、そこは手をひらひらっとさせながら。手を要回来回去。手を。哎，那我刚刚选的不就是？ゆらゆら。原本就唱这首歌的人吗？我が草原は打天使の翼。那我是很会选的。打天使？もう優雅。未来つむぎ、こういうのはなんとなくやればいいの。那我们这个合作环节只有一个是新来的。なんとなくじゃなくて。曲の雰囲気に合わせるといいさ。いびきちゃんとみきちゃんはやっぱすごいね。没错没错、就是、ダンスほとんど完璧に踊れてるじゃん。ミカ、次の振り付けについて聞きたいのだけれど。さくえちゃん、いいよ。私も確認したいことがあるんですが。ミカさん、もう一回さっきの踊りを見せてもらえますか？オッケー。一人ずつ順番に聞くからちょっと待っててね。蓝子也上去，是我刚刚不是有选蓝子吗？气合入ってますね。啊，太累了啊，太累了。少し飛ばしすぎちゃいましたね。大丈夫、奈良ちゃん。少し休憩した方がいいんじゃないかしら。香里さん、お言葉に甘えて。まだまだ、みんなには負けませんよ。めちゃくちゃ働いた。うん、教えるって結構難しいんだね。もっとうまくできればいいんだけど。うむ、魂の調和が乱れているわ。ミカちゃんもランコちゃんも心配ないない。そうですね、
かしてるとナナたちの方が追い抜かれちゃうかもしれませんよ。嗯，美嘉他们引导的很好呢。大家做的很好，我们稍微改一下成员，让新人有机会上吧。我们这一团很照顾新人的。週も半ば。那把蓝紫换成。哟，哦哟，这么会唱歌哦！所以我觉得 Happy Happy 站 C 位很不错哎。我居然没学技能。Happy Happy。齐唱名句，Happy Happy 有什么能力啊？会跳舞跟摆表情，学跳舞其实感觉不错。回忆驱动，这样就有回忆驱动了嘛？消耗1200块，自主决定。好，来表情了。よろしくお願いします。黄金雷姆休息一个月。右边可爱的表情，左脸哀伤，右边笑容，右边可爱，左边哀伤，右边哀伤。呜，满分，哇，可以加31页。太猛啦哟！在屋顶上总是能让人心情平静。プロデューサーさん，完了！こんなところにいらっしゃる。被绿色恶魔抓到了，有什么事吗？ルミナスのみんなが週末にやりたいことがあるそうなんです。在周末搞点事，这样啊，那我们去听听看。まずは実際に。选一个团结交流，每个礼拜六。我看看，去女仆咖啡厅玩游戏，去游乐园，去卡拉 OK 吃汉堡，玩游戏，游乐园，卡拉 OK 吃汉堡，卡拉 OK 吃汉堡。参加候选人哦，每个去的还会不一样。他们吃汉堡，还是去卡拉 OK？ 他们我们去唱卡拉 OK 好了。啊，只有两个人能去啊、哦。那就几个去吧。这么多人，只有两个人可以去哦。どうかされましたか、プロデューサーさん。顔色が優れないようです。哦，我最近肩膀酸痛有点严重。このところずっと頑張られてますから。去一下桑拿。24時間営業のロウリュサウナが最近近くにできたんです。ロウリュはフィンランド由来のサウナで体にいいと言われています。来自芬兰的嘞。ルミナスは。プロデューサーさんの肩にかかってますから。ちゃんとメンテナンスしてくださいね。那应该也是公费吧。今天也是桑拿的好日子啊。这可能是哪里的社长哦。这种时间会来的人好像不多呢。有个大叔来了，我看您好像是常客呢。
验常喝到，算这里的主人哦。哎，你是做什么工作的？能够大白天来，不是一般人哦。好，我就老实的，我是一个制作人。哦，他好像曾经也是一个京城大肠。25年前培育了人气巅峰偶像的制作人，传奇制作人啊。那您现在在从事什么工作呢？25年前传奇制作人，现在，哎呀，现在已经财富自由喽。来交换一下名片。来给我一个课题。京城先生啊，我不觉得他是一个坏人呢。我现在已经通体舒畅了，制作人升到4等。今日の活動結果はいかがでしたか？プロデューサータスク。進捗確認は。オフ。疲れたから眠いわ。ハニー、ミキの家まで運んでいってほしいの。自己搭车啦，自己搭车。制作人很忙的，哎呦，他白天也在这边等我呢。哈尼，おはようなの。あは、周りには誰もいないから平気なの。うん、みんなすごい子ばっかりだから、ミキは安心してお昼寝ができるの。他好像真的很喜欢我。うん、ハニーのために。いきなりに頑張ってみるね。这个好感度很高哦，我们这个月得挑战新的事物才行。使用回忆绽放连续2次，回忆驱动，好，没问题。我看一下练新歌。还是我们这个月也唱七声。好，先试一下新歌吧。哇，新歌好像要靠跳舞了，是不是？有点难度啊，跳舞。唱歌取向的，好，这个不错。怎样？忘记嗑药了。OK， 就这一首吧。先找谁呢？哎，黄金雷姆。哦，来到了高级百货公司，好像有跟谁来过这里耶。身につけるものは一級品をといつもお母さんから言われていますので。说的对啊，妈妈说的对。それに服はこういった高級店からトレンドになることも多いですからね。上次来的是这么高级的店哦，不太习惯这种地方呢。普通の服屋と変わらないと思いますよ。お買い物楽しみましょう。このドレスワンピース。綺麗ですよね。他这个三观很正，他要买就要买贵的，贵的东西就会流行。ジャケットの新作もありますよ。見てください。シルエットが可愛いです。プロデューサーさんはどっちが似合うと思いますか？适合的是，都很不错呢。洋装吗？洋装怎么样？时髦的感觉，感觉很适合你。そうですか。私には少し早いかなと思ったんですが。哎，这就是那个成熟的可爱。なるほど。プロデューサーさん、そういうのが好みなんですね。ありがとうございます。我
我有新服装的灵感了。この服を買ってきますね。ちょっとだけ待っていてください。感觉就该叫那个店员直接拿最顶的出来。見ていませんよ。あ、そうだ。この後、プロデューサーさんの服も見に行きませんか？这好像有点难驾驭呢。わかりました。では、またの機会に選びましょうね。Perfect！说我很会挑嘛，挑衣服我是很懂的、啊。哎，我在电视台跟导播谈了个好工作，好，就这样的感觉哦。OK， 没有问题。おや、君はナムコプロのプロデューサーじゃないか。林英。哦，四大天王其中一个。グリュースコート、お久しぶりです。プロデューサーさん。知道有什么角度？哦，好久不见，看到你们都很有精神，真是太好了。はい。认识的。プロデューサーさんも。歪头。私とシーカとアヤの三人でディアマントってユニットを組んだんだ。もう知っていると思うけど。你们也是老古董了，是不是？今度。私たちが出演する音楽ルミナスの皆さんもせっかく同じ音楽番組に出演するんだ。そんなことありませんよ。きっとルミナスはすぐに大人気ユニットになります。期待してるよ。そのために結成したディアマントだ。私もそう思います。大天王是不是找了一个？阿雅も、君たちのことをよく話題にしてるよ。他还跑过来打架呢。哦，那个女生呐、啊，她好像非常的在意雷姆呢。阿雅は負けず嫌いだからね。それに阿雅はアイドルに対して並々ならない思いも抱いているようだしね。はい、もちろんできますけど、どうしてプロデューサーさんも阿雅ちゃんとお話を？这个月初他到我们事务所来了，他也跟我们宣战。啊，そろそろ。哦，そうだね。あやに連絡を取ってみるよ。プロデューサーさん。咖啡厅哦，好的，好的，来，再见，再见。今日は大丈夫さ。あやとも連絡が取れた。他也要一起来啊。さ、行こうか。問題ないよ。今日はレッスンの後は何もないはずだから。レオンさん、お待たせしました。ルミナスのプロデューサーじゃない。现在露出了这么嫌弃的表情。我好歹也是个老练的制作人。レオンさんと知り合いなんだ。そんなことを聞きに来たわけ？いいわ、教えてあげる。琥珀から聞いたかもしれないけれど、私はあの子と一緒にユニットを組んでたのよ。だからあの子がナムコプロが発案したユニットで復帰したって聞いて、けど生半可な気持ちで戻ってきたことがよくわかった。才能な、你知道吗？才能、写轮眼。こんな頼りなさそうなプロデューサーが担当なんて、驚きを通り越して滑稽。当たり前よ。各事務所からえりすぐりのアイドルが集まっているんだから、それこそあなたの手腕とは別問題でしょ。你竟然还敢质疑我的能力。你对我的能力看来特别有疑问。だったら聞くけど、どれだけ最新のトレンドを抑えてるわけ？アイドルをプロデュースするんだから最新の潮流、世間の流行くらい知ってて当然よね。最近就流行那个小当家嘛，像是那个大谈甜点，电视上的泡芙特辑怎么样？トレンド情報だなんて、ごてごてもいいとこじゃない。もっといろんな媒体で情報収集してみたら、少しはマシになると思うわよ。ほら、例えばこれ。
若い女の子の間で流行ってるアプリ。知ってる？我知道啊，我知道啊。それにこの雑誌を見て。这个杂志我也知道啊，我也知道啊。カラフルなものが増えてるのよ。抖音跟 IG嘛。トレンドが変わっている影響ね。今は見た目にインパクトが求められてるの。本気でアイドルやってるんだから。その調子じゃ。これから流行しそうなものなんて全然チェックしてないんじゃない？是我是因为很忙。こんなプロデューサーなんかに担当されてスペシャルユニットが成功するとは思えないわ。今は話題性があるから注目されてるだけよ。鋭い指摘だね。そうなの？ま、せいぜい頑張ってちょうだい。話はそれだけかしら。だってではレオンさん、お先に失礼します。あ、来てくれてありがとう。雅叶说中了重点，聚集了很多特色的成员，也可能因为我的判断。哎呀，这一份热忱到底是从哪里产生的呢？放心，我的判断不会失误。哎，今天我们就要 happy happy。我接接 P 引导大家。啥问题吧？下一首是牺牲吗？下一首牺牲。啊！哎呀！哇，这首要求有点高啊！哎，可惜，没事，慢慢累积，哎，慢慢累积。大家才刚开始练呢，没有办法。B ちゃん、ごめんね。キラリ、いっぱい間違えちゃった。没事，下次会更好。今日の活動結果はいかがでしたか？下次就能 happy happy 了。感觉这个能力值挑战。六级的还是有点太难了。進捗確認は以上です。哟，皆さん、実力のある方ばかりで、はい、そのつもりです。あなたはバカなのですか？無駄話はやめて、事務所に行きましょう。大早上的，怎么有人骂我？拍手拍手，有人生日喽 ！Happy birthday！
次的生日。みんな、ありがとう。とっても嬉しいわ。これからも、その、一緒に頑張りましょう。生日快乐。Happy birthday, Yori! 今日はプロデュース生日期限日。我看一下，这个任务是吗？通过一次，表情要到170以上哎，那个牛奶巧克力耶。表情没办法了，来啊，唱歌啊，唱歌啊！来，吸点氧气啊！よろしくお願いします。来，会唱一起唱。哦哦哦哦！啊！擅长的东西嘛，就稍微比较不会唱一点，但他这个表情分数很高啊。哎，千川小姐怎么了？这附近有家颇具盛名的店了，在网络上造成了轰动哦。哎呦，新的店哦，怎么开这么多间店啊？要榨干我的薪水是不是？想要稀奇的东西就来吧。哦，这间有料的哦。哦哟，这间感觉买得到各式各样稀有的商品，直接提升能力值，可以直接提升20以上，获得齐灿上放的 EXP。 哦，活力饮料可以飞太多一次，会员卡给我嘞。哎，我看看啊，啊这么贵啊，这边这么贵啊。稀饭已达上限，这刀怎么到三级？找歌姿好了，认识一下。辛苦你了，歌姿小姐。はい、みんな親切にしてくれるので、ですがプロデューサーさん、一つお聞きしたいことがあるんですけど。私なんかがこんな壮大なプロジェクトに参加して大丈夫なんでしょうか。有点成熟啊。那你一定是不可或缺的存在。そうですか。有你的唱功，不需要操任何的心了。自分の歌の技術がお役に立てるのではと思っていました。ですが、私よりもアイドルとしての素質や輝きを持っている子がたくさんいるって、そんなみんなのために私ができることって。你能做的事就是。担任模范生。お手本。お気持ちは嬉しいですが。你成熟的举止还有端庄的气质，大家真的要好好学习。お手本になれるような大人ではありがとうございます。プロデューサーさん、プロデューサーさんの期待に添えるようにですが、私はアイドルとしての経験が豊富とは言えません。さまざまなことをみんなと一緒に学ばなければならないと思うんです。那是得跟那些老前辈、未来春香学一学哦。はい。Perfect。まあ。
很会聊，当然啦、通过一次他的唱歌课程，好，没有问题。前几天商量的工作来了，我带着大家来到了电视台。今天是音乐节目。ちょっと地味っていうか。ありがとうございます。さっきよりいい感じだけど、少しルミナスのイメージと違うかな。もう少しキラキラしたいですか。美獣がついてる衣装ってありますか。じゃあ、会配衣服哦。大事な宣伝だから、バッチリ目立ちたいんです。無理言ってすみませんが、よろしくお願いします。わあ、ミカさんかっこいいですね。私、服のことはさっぱりで、ミカちゃんってファッション詳しいよね。さすがカリスマ JK って感じ。流行教主。やる気は私の得意分野だからね。でも、アマナちゃんだって詳しいじゃん。ほら、テンカちゃんも見てみて。この白と黒の衣装だと黒い方が可愛いし、天下も黒がいいか。私はどっちも可愛いと思うな。そうですね。ナナは黒の衣装は胸元が魅力的で、白の方も全体的に清楚でありだって思います。難しいな。僕も未来やナナと決めてっていうほどじゃないんだけど、例えばこのワンポイントとか。不是選不了他的吗。テレビっていろんな人が出演するか。但该上的宣传节目还是得上的。目を引く何かがあった方がいいっしょ。あとは私の髪色に合わせるとか。なるほど、さすがはミカちゃんです。我看菜菜是完全不懂啊。若い子のセンスがさっぱりで。あれ、ナナさんとミカさんって虽然都17歳。そうですよ。ただ流行って変わるのが早くて大変と言いますか。じゃあ今日のアマナの衣装はミカちゃんに決めてもらおうかな。オッケー、任せといて。アマナさんいいの。天下もお願いします。もちみんなのも任せて。啊，结果最后大家不是会穿一样吗？こっちにも可愛い衣装がいっぱいある。本当です。僕はそうだね。他穿有荷叶边的。フリフリのやつなんか可愛いと思うけど。像戏服那样的。いいじゃないですか。そうかな。じゃあ今日はこれにしようかな。みんな楽しそうに衣装を選んでいますね。メイド服っぽい衣装もたくさんありますね。ナナのメイド服姿、可愛くて素敵だと思うよ。せっかくですし、みんなでいろんな衣装を着てみましょう。そうですよね、琥珀ちゃん、まことちゃん。テンカちゃんは可愛い系だから。でもこの衣装だと露出が足りないかも。せっかくの宣伝なんだし、やっぱ目立たないとダメっしょ。目立つのは大事だよね。テンカちゃんだとこっちの服とかはどうかな。それいいね。テンカちゃんはめっちゃ可愛いから。あ、フリフリのピンクはどうですか。未来ちゃんのもいいかも。もういっそおへそや肩を露出させて大胆セクシーに攻めるとかさ。大胆セクシーなテンカちゃん。没有问题吧。なんだかすっごいテンカちゃんが見れるかも。城ヶ崎さん。ああ、ごめんね、テンカちゃん。太夸张也是不好的哦。それじゃ、セクシーはまた今度ってことで。オッケー。次はもっとテンカちゃんにバッチリな衣装を見繕ってあげるから。よろしくおね。好，大家都换好了。服を選ぶのすっごく面白かったです。皆さんも盛り上がっていたみたいですね。テレビ用の衣装ってすごく凝ったものが多くて、今度オフの日に皆さんと一緒にお買い物とかも楽しそうです。下次一起去 shopping。要去最顶的店。完成です。服とか、お買い物楽しそう。直接名牌都买起来。今日のお仕事をサクッと終わらせて。ショッピングの計画を立てよっか。なんだかやる
気が湧いてきました。大家聊得很起劲了，彼此都变熟了，等等的电视节目气氛应该会很热络。电视节目开始了吗？活力饮料，見事目標達成し。礼拜六，礼拜六好像有舞台活动啊，礼拜六卡拉 OK。因为未来的提议，大家来唱卡拉 OK 了。みんなでいっぱい歌って、たくさんたくさん盛り上がりましょう。不是只有三个人吗？メリヘンチェンジで華麗に変身。今日のナナはプリティシンガーウサミンです。さてと、ハンズは何を歌おうかな。看来大家休假日过得很开心了，是我假日还要来当保姆。啊，礼拜六就这样，什么事都没做。おはようございます。早安啊，雪布。啊，我礼拜天还要来上班。そうですね。假日结束了。人が集まっているので、少し。緊張しますけど、はい、わかりました。阿 J 的假日就在卡拉 OK 中结束了。什么 Next 的时候按下齐唱凝聚按钮 L2 是哪一颗？需要消耗一个回忆。好，没问题，再研究一下，有机会一定用。是不是有两个人会啊？我大概是懂的啦。齐唱凝聚，这边也会吗？这边会回忆绽放。对，回忆驱动。好，这边也应该要学回忆驱动。来看看我们这一次永不结束的黄金周，只有这个能参加。好，那就来吧。通不通的跳呢？能换衣服吗？对吼，还没换衣服哦，都不知道为什么一直穿这一件呢。所以他这个不是。好像不是根据歌来选音色的，根据场地。好，好像有哪里怪怪的。松轻松。
安可环节，5000个粉丝。好，安可环节肯定要有的，我去尿尿一下，给大家欣赏一下安可环节。30分钟后马上回来。初代的是不是？呜、保存。今日のステージ、ハッピーハッピーで最高だったね。ハッピーハッピー。今日の活動結果はいかがでしたか？哎呀，这周成功，非常的成功。進捗確認は以上です。プロデューサーさん、本日もお疲れ様でした。お疲れ様です。ハッピーハッピーで過去了。ルミナスのデビューライブ大成功でしたね。さすがプロデューサーさんですね。私も少しでも力になれるよう頑張る。有机会谁一百吗？有机会，有机会一定唱。今天要录音乐节目呢。哈先给大家换衣服啊。是买的那件衣服应该来了吧？確かに豪華なスタジオだね。今日の収録も大変そうだ。今日は一押しのネイルにしてきたから、バッチリ撮影してもらおうっと。封印されし力が今にも暴走しそうね。皆さん、こんなに大きな収録なのに、でも上次挑的衣服就是这一件。普段と変わらない様子で。私も少しは緊張してるけど、あまたの眷属を生み出す絶好の機会よ。あ、これならアンズ適当にサボっててもバレないんじゃ。よし。早く偷懒啦，已经被盯上了。抓到你了。リラックスすることは大事だね。そうそう。打会可是不行的呢。马上。来，工作开始，请出场。哦，
出番みたいですね。几乎是全来了。成员进入摄影棚录影了。呀，みんなに挨拶しようと思ったんだけど。哦，你还没出场啊。もう少し後。面白い。これは期待以上かもね。彼女たちに注目してみることにしよう。ルミナスの収録いい感じだ。特にあの5人、あれだけ強い個性があれば、それどころか強い個性がより一層ユニットを引き立たせてさえいる。なるほど。我刚挑的那五个。哦，他笑着离开了。这就是王者的愉悦。では。Perfect， 跳舞一次，然后这样啊 ，OK。舞台过一次，五月十二号之前。我们目前是还差33000人，是不是？现在有多少人啊？哦，好，只差33000人了。月底可以获得20000人 ，OK， 没问题。啊，先到这边。明天再来继续。准备要来去永恒轮回喽。当当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 ，这个好像没有出新角哎。奇怪，不是2个礼拜了吗？怎么没出新角？